専門図書館協議会は、観光庁、民間企業、各種団体、大学などの専門図書館、資料室、情報管理部門が会員となり、相互協力と連携を図り、工場発展を目的とした機関である。略称は、千図教。千図教の設立は1952年3月28日。1952年に、 関西地区と関東地区の協議会が結成され、その後、1955年に中部地区、1956年に九州地区、北海道地区、1958年に東北地区、1961年に中国地区と7つの地区協議会に分かれていたが、2014年4月1日に定管と会計も含め一元化された。所属している会員機関は、 約400となっている。全国研究集会、教育プログラム、見学会、イブニングセミナーなどのイベントを行っており、各委員会の活動により、先頭教に必要な事業あるいは調査研究を行っている。委員会については次の通り、会員は3種類あり、以下の条件を満たしていることが必要である。ABC、設立の趣旨と歴史、専門図書館協議会、 2020年2月2日閲覧。専門図書館協議会定款。専門図書館協議会。2017年8月24日閲覧。専門図書館協議会一元化の検討経緯。専門図書館第265号54ページ。専門図書館協議会 H29 年度2017イベントカレンダー。 専門図書館協議会2017年8月24日閲覧組織と運営専門図書館協議会2017年8月24日閲覧専門図書館協議会入会のご案内2017年8月24日閲覧専門図書館協議会機関誌2020年2月2日閲覧専門情報機関総覧2018 専門図書館協議会。ISBN 9長7848億8130万268 https コロンスラッシュスラッシュ jasla.or.jp スラッシュパブリケーションスラッシュ c o n s p e c t u s シュ2018スラッシュ専門図書館と著作権 Q&A 2012専門図書館協議会。 2020年2月2日閲覧、ありがとうございます。